こんにちは、萌です。今回は抽象画についてお話ししたいと思います。コメントでですね、最近抽象画にチャレンジしてるんですけど、とっても難しくて失敗してしまいます、何でもいいのですがアドバイスお願いしますっていうのをね、いただきました。で、抽象画に関してアドバイスはめちゃめちゃ難しいです。で、まあ私がどういうことを言ったらいいのかちょっとあんまりわかんないんですけど、今までの私の経験っていうかやってきたことを話そうかなと思います。で、今私が描いている抽象画、いろいろ描いてるんですけど、その場でキャンバスを前にして、あ、これ描こうかなみたいな感じで筆を取って描くっていう感じではなく、私は事前にラフを作ってからサンプルっていうかですね、スケッチとかそういうので色とかも決めて、全部決めてからこれにしようっていうのが決まってから描いてます。なので、それに至るまでも何個も作るんですけど、これだっていうものを決めてから描くので失敗がないっていう感じです。なので、キャンバス上で何も考えずに進めていくと、色とかもね、決めとかないと迷ってうまくいかなかったり汚い色になってしまったりっていうことがあると思います。なので、決めといた方がいいっていうのはありますね。もちろんスケッチって大事だと思うんですよ。事前に考えておく、もう普通に色鉛筆とかでもいいと思うし、小さいキャンバスに実際に描いてみるのでもいいと思います。あとは色が必要なので、白黒だったら別ですけど、色鉛筆とか水彩画とかそういうものを使ってちゃんと色を確認するのがいいかなと思います。私の場合パソコン上でやっちゃうんですけど、そうするとね、パソコンだとすぐ色変えられるので、こういう色合うかなとかいろいろね、組み合わせを変えてすぐ確認できるので、それでねやってます。で、私がもう絵を描き始めてから10年以上は経つんですけど、10年以上前、もう描き始めの頃に抽象画を描いてみようと思って描いた時はですね、その時はスケッチはしたけど色とか決めずに、なんとなくこういう感じで描きたいなっていう軽いスケッチだけして描いてました。で、その頃はなんかこういうのを描きたいっていうのがあって、それをスケッチしてたんで、1個について、なんていうのかな、この1つのデザインをスケッチしてそれだけを考えて描いてたんですよ。で、その時はいいなって思ってたんですけど、で、こんな感じにしようかな、色とか乗せ方とかはこんな感じにしようかなって考えて描いてるんですけど、後から見ると、今見ると、10年前で始めたての頃の絵なので、なんかちょっと微妙だなっていうのがあるんですよね。なんか作り込めてない感じがするっていうか、それだけしか考えてなかったので、もうちょっとこうしたらいいなとか、ちょっと違うパターンも考えた方が良かったなって今では思います。なので今ではいろいろパターンを作って、その中からこれだっていうのを選んでるんですけど、その10年前はね、始めたての頃はそんな感じで私も失敗してました。で、あともう一つ私がやった、チャレンジがですね、30日間1ヶ月かけて描き上げる抽象画を描いてみました。もうね、その絵はアメリカに行った時にもう捨てて帰っちゃった気がするので、もうないんですけど、1日1色だけを使って1日ずつ描き足していく。で、さらにラフとかスケッチとかはせずに、その日のその時の気分に合わせて描き足していくっていうのをやってみました。で、その時はですね、めちゃめちゃ難しかったです。で、結局描き上がった30日後、終わった後完成見てもこれいいなっていうのがね、できなかったんですよ。で、もちろんその時のね、その日の感情に合わせて描いていくから、本当はこの色ここに使わない方が良かったんじゃないかなとか後で思ったりしても、それ消せないし、なんていうのかな、ちょっとね、結構難しい挑戦でした。でも今やったらまた違うとは思うんですけど、何にも考えずにその時の毎日違うこの感情で書き出していくっていうのは結構ね難しかったです。
まあ、でもちょっと楽しかったので、皆さんもなんかちょっとやってみようかなって興味がある方はですね、やってみてもらえたらと思います。ただ私はいいものができなくって、もうねどっか行っちゃったと思います、その絵は。あと何にも考えずにっていうのが難しいっていうのが、その毎日考えずにその時の気分で描くんですけど、やっぱり明日ここをこう足したらいいなとか考えちゃうんですよね、その時。なのでそれを考えずにやるっていうのが逆に難しくって、その次の日とか前の日の感情とかそういう書き方に影響されないようにしようっていうのがね難しかったです。なのでまあそれを逆に考えると、ちゃんとそうやって考えて次の筆の動かし方とか次の乗せる色とかそういうのを考えて描いた方が素敵な作品ができるんじゃないかなと思いました。なので皆さんもしこう難しくて失敗してしまいますっていう方はですね、もうそのままなんていうのかな、スケッチの段階でこれを描きたい、これを描いたら素敵なのができるっていうスケッチをまず完成させてから描いた方がいいと思います。めんどくさいかもしれないんですけど、そしたらね失敗なくなります。なんかこう例えば青系の抽象画にしてみようって思ってて、じゃあ青と水色、青白とちょっと金色とか入れてみたりしようかなって思った時に、それだけを考えているとその他のオプションがね、せっかくいろいろ試せるのに出てこないんですよ、描けなくなるんですよ。なのでスケッチの段階でちょっとじゃあ青だけ使ったパターン、ちょっと金色入れたパターン、ちょっと全然違う色だけどピンクとかを入れてみたパターンとかですね、あとはテクスチャー抽象画なので筆だけを使わないといけないっていうわけじゃないので、筆だけ使うやつ、あとはパレットナイフで描くやつ、あとはスポンジを使ったり手を使ったりいろんなものを使ってみるっていうやり方とかね、マスキングテープを使うとかいろいろあります。なので抽象画は特にもうデザインを考えるっていう感じで私は作ってるので、そういうやり方をした方が失敗はしにくいんじゃないかなと思います。なのでまあなんか感情に合わせてその時に気分でいいのを作れるっていう方はねいいんですよ、失敗もしないです。なんですけど、どうしても失敗する、どうしても難しいなって思う方はスケッチをねしっかりと書いて、それを完成させてから書いてください。でね、なんか結構ね抽象画もうなんか思い立ってババって書いちゃって完成っていう人結構いるんですよ、プロの方でもね。でしかも、まあ、こう言ったらなんですけど、まあ、その時の気分だから何を表現したっていうのがなくても後付けでね考えたり付け出たりするので、まあそれもね、まあその本人しかわからないので、どういうものを考えて書いたのか何も考えずに書いたのかわからないですけど、それもね例えば自分でテーマとか考えた方が作りやすいなって思ったら、そういうのを決めてからそれを想像できるような作品にしようと思ってスケッチを作っていくとかですね、そういうやり方もあると思います。もう何にも考えずに抽象画何書こうかなだと難しいと思います。テーマがないとね、テーマっていうかどういうの描きたいっていうのがないと難しいと思うので、例えば、まあ、色でもいいです、この色を使って描きたいとか、なんかなんだろうな、空を表したものを描きたいとか、この前旅行行ったところのあの雰囲気を描きたいとか、なんか何でもいいので、そういうちょっとしたテーマ、何かにつながるものがあると何を描きたいかっていう目標ができると進めやすいんじゃないかなと思います。なんかなんとなくこうアドバイスというか伝わりにくかったかもしれないですけど、少しでもねお役に立てればいいなと思います。いや私も抽象画めちゃめちゃ描いてるんですけど、結構ね手で描いたり、手を実際にこう素手で塗ったりとか、あとはおすすめはですね、まあ、パレットナイフはめちゃめちゃ使うし、窓のワイパー、水切り
100均とかで売ってるやつ、あれとかもねめっちゃ使えます。なんでいろんな素材をね試してみてもらえたらと思います。はい、ということで今回はですね、抽象画についてお話ししました。何か質問とかね、こんなアドバイスくださいとかあればコメント欄に残してもらえたらと思います。ということで、この動画いいと思ったらいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。